推しのチームが不甲斐ないプレーや結果を出してしまった時に、その強い愛情ゆえか、時に愛が憎しみに変貌し、応援するチームに対しサポーターが行き過ぎた言動をしてしまうことがあります。たとえどんな思いがあろうとも許される行為ではありません。そこで今日は同じことが起こらないことを祈り、そうしたサポーターの過剰な言動に対しさすがに我慢できず逆ギレしてしまった選手たちのエピソードをご紹介していきます。普段温厚な彼が怒り心頭に、興梠慎三、浦和レッズ。2019年8月23日、埼玉スタジアムで行われた J リーグ第24節、浦和レッズ対松本山雅 FC の試合後、レッズの選手たちは恒例のグラウンドを周回してのサポーターへの挨拶回りをしていました。すると突然、興梠慎三がプツリと切れ、怒りの矛先をサポーターへ向けたのです。これを柏木選手やスタッフの一人が止め、一度は収まったかに見えるも、再び興梠選手はきびすを返し、再びサポーターの方へ向かおうとし、これもスタッフが制する一幕がありました。普段温厚な性格で知られる興梠選手としては非常に珍しい反応。真相は定かではありませんが、何かサポーターから興梠選手の家族に関する個人攻撃のヤジが飛んだのではと言われています。2019シーズンはレッズが非常に苦しんだシーズンで、 J2 降格の危機にさらされた年。そんな中、同じく J1 残留を争っていた直接のライバルにホームで先制したにもかかわらず逆転負け。ただでさえ熱狂的と言われるレッズサポーターのストレスが溜まっていたことは想像に難くありません。事の真相は闇の中ではありますが、そうした状況下の中、温和な興梠選手ですら怒らせてしまう心ないヤジの言葉が飛んだものと思われます。サウジファンに切れた日本代表キャプテン吉田麻也。日本代表。2021年10月7日、サウジアラビアのジッダで行われたカタールワールドカップアジア最終予選、サウジアラビア対日本の一戦は、日本のサッカーファンにとっては今最終予選で最も苦境に立たされた試合となったことはまだ記憶に新しいでしょう。最終予選の初戦、ホームでのオマーン戦でまさかの黒星発進となってしまった日本は、このサウジアラビアとの第3戦でも柴崎岳選手のあの痛恨のバックパスミスを機に奪われたゴールによって1対0で敗れ、3試合で早くも2敗。さすがにカタールワールドカップ本戦出場へ向けて早くも黄色信号が灯った瞬間でした。そんなどん底の気分に油を注いできたのが、この試合で勝利を収めたホームのサウジアラビアサポーター。試合後のピッチ上でのインタビューに答えていたキャプテンの吉田麻也選手に対し、何やら侮辱的、差別的ジェスチャーを繰り出したようで、さすがに見過ごせなかったのか、インタビューの途中にもかかわらず、吉田選手はスタンドの方にスタスタと歩き出し、指を差しながら詰め寄っていったのです。さすがにスタッフが遠ざけて、吉田選手も怒りを抑えて去っていきましたが、非常に珍しいシーンとして話題になりました。自チームのサポーターを叱れる男前ぶり。中村俊輔、横浜 F マリノス。2016年4月30日、日産スタジアムで行われた J リーグ第9節、横浜 F マリノス対湘南ベルマーレの試合で、中村俊輔選手がマリノスサポーターに切れる一幕がありました。試合は0対1でホームのマリノスが惜敗。神奈川のライバルチームであり、下位の湘南にホームで負けてなるものかという面持ちだったマリノスサポーターにとって、この敗戦は受け入れがたかったのかもしれません。試合後、いつものようにマリノスの選手たちがスタジアムを周回し挨拶をしていた時、中村選手が突然スタンドに睨みを聞かせながら怒りをあらわにしたのです。抑えきれない様子の中村選手に対し、スタッフ数人が慌てて中村選手をその場から遠ざけようとする展開に。どうやら一部のマリノスサポーターから、この試合で PK を蹴って止められた海家選手に対し人種差別的なヤジが飛ばされたようで、中村選手はそれを感化することができなかったようです。普段物静かな性格の中村選手が激高するという非常に珍しい事態となりました。実は中村選手はかつてスコットランドのセルティックに海外チャレンジしていた頃、自分自身が人種差別的な扱いを受けた経験がありました。当時はスコットランドでの日本人の成功例はなく、東洋から来たこの若者に対し、中村が俺の犬を食ったというような表現でバカにされたことがありました。もちろん日本では犬を食べる習慣はありませんが、中国ではそうした文化があることはヨーロッパでも有名で、中国人も日本人も同じアジア人としてくくり、そうした差別的表現を受けていたのでした。
自分自身がそうした辛い経験をしていたため、チームメイトの海家選手にどのような表現がなされたのかは定かではありませんが、中村選手としてはやり過ごすことができないほど我慢ならない発言がサポーターから浴びせられたのでしょう。たとえ自分たちのチームのサポーターであっても、許されないことをしたときはきっちりと怒る。後日こうして仲間のために熱くなって吠えた普段物静かな中村選手に対し、ギャップにやられた。仲間のために自分のサポーターに盾つくなんて男前やんと高評価なコメントが飛び交いました。選手はめっちゃ頑張ってるよ。田中マルクス・トゥーリオ、名古屋グランパス。2015年8月29日エディオンスタジアム広島で行われた J リーグセカンドステージ第9節、サンフレッチェ広島対名古屋グランパスの一戦。試合はドーグラス選手にハットトリックを決められるなど、名古屋は5対2で大敗。当時は黄金期を迎えていた広島が相手とはいえ、守備陣の崩壊にわざわざアウェイに詰めかけた名古屋サポーターの不満が爆発してしまいます。試合後の挨拶の際、サポーターから次ホームで同じミスしたら許さないからな絶対などとヤジが飛ぶと、キャプテンのトゥーリオがプッツン。何？ちょっと待ってよ、選手たちどんだけ苦労して戦ってるかわかる？一生懸命やってんだよとサポーターの前に詰め寄って怒りをあらわにする姿が。一瞬緊迫した空気が流れるも、すぐにトゥーリオ選手は矛先を収め、めっちゃ頑張ってるよみんなと捨て台詞的に発し、憤りを抑えながら一礼し、その場を後にしました。さすがに物投げたらあかんやろ。ヴィッセル神戸の選手たち。2022年6月26日ノエビアスタジアム神戸で行われた J リーグ第18節、ヴィッセル神戸対浦和レッズの一戦。イニエスタ、大迫勇也ら豪華面々を揃えながらも、開幕から不振が続き、 J2 降格の危機にさらされているヴィッセル神戸。この日も浦和相手にホームで0対1の惜敗。そんな中事件が起こりました。例のごとく試合後の挨拶回りの際、スタンドのサポーターからピッチ上の選手に向けて物が投げられたようなのです。神戸サポーターもなかなか勝てない状況に業を煮やすのはわかりますが、さすがに物を投げたらあかん。どうやら持っていた内輪のようなものがピッチの選手に向かって投げ入れられたようで、これに対し神戸の選手たちは一様に憤りの態度を示しました。一瞬エリアは騒然となったものの、選手たちは自制し、他の観客に向かって一礼し去っていきました。救いなのは、一人の愚行に対し他のサポーターがあかんやろと戒めていたことです。その後ツイッターで酒井豪徳選手も、その場でどんなに暴言を吐かれても受け入れます、ただ受け入れられる暴力など一つもありません、あのうちわが当たって怪我していたら、目に当たって失明したら、大げさだとしても仮にそうなったら責任取れるのですか。ファンの方が怒ったりフラストレーションを溜めてしまっているのは僕らの責任です、それはサッカーで晴らすしかありませんと憤りの胸中を明かしていました。黙らせてよあいつら。西川周作、浦和レッズ。2021年12月4日トヨタスタジアムで行われた J リーグ最終節、名古屋グランパス対浦和レッズの一戦。0対0の痛み分けとなったこの試合は、レッズサポーターのマナーが話題となりました。当時 J リーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインによって声出しは禁止とされていました。にもかかわらずレッズサポーターは試合中随所でブーイングを繰り出し、浦和のゴールキーパー西川周作選手が静かにするようジェスチャーで示しても逆に声を大きくする始末。さすがに不快感を抑えられない西川選手は、ハーフタイムにドレッシングルームに引き上げる際、ピッチサイドにいたスタッフに黙らせてよあいつらと浦和レッズサポーターの陣取るゴール裏を指差しながらキレ気味に言い放っており、ダゾーン中継の集音マイクにその声が拾われていました。サポーターと一触即発、安西光輝、鹿島アントラス。2022年7月10日札幌ドームで行われた J リーグ第21節、コンサドーレ札幌対鹿島アントラーズの一戦。0対0のスコアレスドローで終わったこの試合、試合後のサポーターへの挨拶の際、突如鹿島の安西光輝選手が切れてサポーターに詰め寄ろうとするシーンが。おそらく何か心ないヤジが浴びせられたのでしょう。さすがに堪忍袋の尾が切れた安西選手に対し、キャプテンの三沢選手が安西選手の口を手で押さえながら制するシーンが話題となりました。時としてサポーターが不満になる気持ちはわかりますが、推しのチームなのですから、心ない誹謗中傷ではなく愛のある厳しい言葉であってほしいものです。皆さんは記憶に残る選手の逆ギレエピソードはありますか？コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。
これからもサッカーに関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。